ちょっと東野さんにはやられましたね。本当にあの人はとんでもない悪魔ですよね。東野 VS 何度も出てて誰一人コメントを書いてくれないっていうことをちょっと僕はチクリと言ったんですよ。キーワードを決めたら書きに来るんじゃないかってことで、その東野さんがそのノリでキーワードをうんちうんちってしたんですよ。うんちうんちって僕の SNS とかも書いてくるやつが出てきてちなみにこれコメントどう何件ですか、総数。あれ今数えただけ250件ぐらい来てました少し懸念してるのが、はい、あのコメントが溢れ返った一つの動画によって、その次に更新された動画が、インプレッションと言われる、YouTube のおすすめに表示される回数がガクンと減ってたの。それですよ、だから。Google さん怒ったんじゃないですか。なんだこのチャンネルコメントはって。それ俺も気にして、やっぱそうでしたか。これはちょっともう一回クレーム言いに行きますわ。東野VSに。